曲ちょっと聞いてみてください。お迎えしています。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最近なんかみおちゃん予言の賜物が炸裂してますね。ありがとうございます。すごいじゃないですか。もともとあったの？そうですね、なんとなくこうなんていうんですか、込み上げてくる思い、うん、与えられる思い、自分の感じじゃないなっていう、うんうん、なんとも言葉ではいない、うん、声が聞こえてくる。声ではないけど、うん、声ではないけど思いが来るんだよね。思いが来る。なんかこう自分の思いとか自分のことではなくて、なんか次から次となんか溢れてきちゃって、そうそうそう、あ、メモっとかないととか、うんうんうん、あ、言わないとみたいな、そんな感じです。そんな感じよね。そんな感じです。そんな感じです、ね、で私の場合は、うん、もしかしたら特殊かもしれないんですけど、うん、こう活字にしだしたら、うん、余計にどんどん出てくる。で、である自分の思いで書き出すと、うんうん、あ、これじゃないっていうのが よくわかります。わかりますね、うん、はいはい、なんかスラ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 来るよね。そう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 、止まらないみたいな感じで、ね、そういう感じ、そういう感じ、勝手に動いちゃうみたいなね。、はい、そうです、そうです。わかります、わかります。そんな感じですね。はい、私もずっとこう祈り続けてて、うん、ある日突然なんかパーンって、なんかいつもね、うん、天のお父さんとか、うん、その神様ですね、神様、うん、天のお父さんとかイエス様、聖霊様にこういつも語りかけるんだけど、うん、で返事がないことは分かってても、でもいる神様いるのは事実だから、うんうん、だから神様って今日ね、こんなある日ね、何年、今から何年、8、10年ぐらい前かな、朝の蒼天の祈り会の時に、うん、教会にする時に来たんだけど、うん、なんかね1月のね初っ端からね20人ぐらい6時ぐらいいてね、でラジすごいねって、神様こんなにね朝のね6時から人が集まってるよ、嬉しいよねってなんかポロッと言ったんです、日本の中で、うん、そしたらそうだねって、私も嬉しいよって聞こえてきて、うん、みたいな、今誰が言ったのみたいな感じで、そう、突然、うん、そう応答があって、うん、で娘よと、私もあなたが愛してて、あなたがここに来てくれたこととっても嬉しいんだよ、喜んでるんだよとか言って、なんかそこからどんどん来て、ちょっと待って、今ちょっと待って、今これお父さんの声だよね、iPhone 探すから待ってって言って、慌てて探して、はい、いいよとか言ってなんか書き始めて、そしたらどん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 流れてきた。それをその日をきっかけにどんどんなんか、うん、こう思いのうちになんか語られることが多くなって、うん、で会話ができるようになっていったって感じなんですけど、素晴らしい、ね、っていうかさ、うん、なんかさっき入ったニュースなんだけどさ、うん、今月に、うん、強制的にワクチンをなんかワクチン強制法みたいなのが可決されるかもしれないみたいな、だから安倍さん辞任ので盛り上がらせておいて、うん、いつもなんかそういうさマスコミが盛り上がる時ってさ、裏でなんかあるやん、なんか趣旨なんとか法もそんな感じで、そう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 、そう、なんか強制的にワクチン受けさせるみたいなさ、それありえんくない？ありえない。あれめっちゃなんか悪いものがいっぱい入ってんのにみたいな。いや普通に考えても、こんな短期間でできたワクチンを打つのってめっちゃ怖い、うん、医療関係者からしてみてね、うんうん、だってまだあれ人体実験とかも全くしてないし、動物実験さえもされてないらしいよ、うんうんうん、だから初めてワクチンを打たれる人たちがもう人体実験じゃんね、うんうん、そうそうそう、まあ、今の時代だから人体実験という表現はないけ ど、 雑草治験とかのあれもなくて、うんうん、ね、動物の実験もなくて、うん、いきなりやるわけでしょ、そうそうそう、実験なしで、うんうんうん、それどうなのって、それをさ、うん、強制接種するってさ、うん、おかしくない？怖い、 怖いよね。怖い。しかもなんか本当にあれなんか分かるらしいよね、誰が受けてるか受けてないかとか。そうなんだ、うん、でもね、法律になるぐらいだったら、うん、そういうチェックをするっていうことですよ ね。そう、しかもなんか DNA が組み換えられる、結局さ、うん、今の食料品とかって遺伝子組み換えのものが結構出てるでしょ、はいはいはい、でもスーパーに並んでるトマトとか、うん、ああいう野菜とかも全部遺伝子組み換えのものが結構多くって、うん、もうそれ書かなくていいんだって、表示しなくていいっていう、もうそれ法
猛烈を襲ってるわけよ、知らない間に、だから私たちの知らないとこで、よくほら納豆とかはさ、遺伝子組み換えではない大豆を使ってますとか書いてあるけど、書いてある、もうトマトとかはそんな書かなくていいんだって、そうなんだ、そうだからもう直接それができちゃって、スーパーに並んでるものはほとんど危ないんだって。そうなんで、そう、そのね、遺伝子っていうのは結局 DNA を組み換えるんだけど、でなんか肉厚の魚を作ったりとかするわけじゃん、人間の DNA も当然それができる、で人間も DNA を遺伝子組み換えのように組み換えて、どこまで組み換えたら本当の人間じゃなくなる、そのトランスヒューマンみたいなさ、作られた人間みたいなにさ、なっちゃうことも、もうすでにやっちゃってるんだって。怖いよね、怖い。どうですか、落ち着いてきましたか。落ち着いてきました落ち着いてきたけど、今怖いの聞いたから怖いいやいや、なんかもうこの世の中がやっぱりこのコロナパンデミックも実はね、偽りみたいな感じで、結局この強制的にワクチンを打たせたりして人をコントロールさせたい、でこのワクチンはもう本当に体に良くないものが入ってる、なんならがんを引き起こすものも入ってるとか、なんかこう強制的にマスクとかもさしてるけど、でもこのマスクするのってさ、この夏の暑い時にさ、余計さ免疫下げるっていうよねなんか鼻呼吸ができなくなるので、口しんどくなると、そうなんですね、で口呼吸って全然良くないんだって、口呼吸はね良くないって言いますよね、でしょ、鼻呼吸がいいっていうのは分かる、でしょ、それをさせないから、なんかすごい逆に免疫落ちるから良くないんだよって医療関係者の人とかみんなやっぱ言ってるよね。でも今マスクしずに歩くと、なんかすごい肩身が狭い感じですよね。外出ると、そうそう、みんなマスク、気づくとマスクしてるから、なんか白い目で見られてるみたいな、ね、異様な光景だった。私さ、もうなんかさ、この前もかあの東京行っててさ、山手線のとこ乗ってるとさ、みんなよ、電車の中でさ、もうみんな全員がさ、マスクして顔半分隠して、スマホでずっとこうやって下向いてさ、一言も何も喋らないでさ、みんなが同じ行動してるわけ、ある人はゲーム、ある人は SNS とかやってんだけど、もう どこの国に来たの私みたいな、なんかちょっと皆さん自分はありますかみたいな、もうなんか洗脳されてるような感じの中にポッと入って、みんな大丈夫っていうぐらいのシーンとしててさ、電車の中でみんな同じ動作なわけ、それやばくないこれとか思ってスマホがそもそもやばいですよね。やばいよね。だってその東京じゃなくても沖縄でもみんな交差点で信号待ちしてたら、みんなスマホやってたりとかするのをよく見るから、なんかもうみんながさ、マスクしてスマホ見ててさ、ちょっと大丈夫って、このどうなっちゃってんのって思うんだけど確かになんか洗脳されてるっていうか、その型にはまってるって感じですよね。そう、ネットの、ね、やっぱりね、良くないと思うな、ネットとかゲームとかの支配に、で本人たちは気づいてないから、気づいてない、子供たちとかもね、別にそんな中毒になってないよとか言うんですけど、なってますよね、絶対に。なってるって、ご飯食べてる時間とかも見てるし、気にしてるし、なんならもうご飯食べる時間を惜しんで、この携帯いじってるとか、そう熱いうちに食べなさいとか言ってるの、ちょっと待ってとか言ってさそう本当にそう、考えらんないよね、出来たてのご飯よりも今のこのオンラインゲームみたいな、そう本当に本当洗脳だよね。洗脳だと思う、ね、ほらあのゲームとかって、覚醒剤とかと一緒で脳幹をこう、あの支配するというか、脳幹に刺激を直でいくから、やっぱりその覚醒剤中毒の人と一緒で、ゲームとかは、そうみんなが軽く思ってるけど、覚醒剤って明らかに人体に被害が出てくるから、あの注意はするけど、でもゲームってなんとなく娯楽っていう感じで捉えてるから、そこまでなんかシビアな目では見ないけど、でも本当にゲームに支配されちゃって、ゲーム依存症になっちゃった子は、もう脳幹ごと持ってかれてるから、やっぱりこのその中毒から立ち直るのとかも難しいし、なんならご飯も食べなくなって、時々ほらネットニュースでも見るじゃないですか、ね、死んじゃったりする子、あの寝るのも食べるのも惜しんでゲームしてるっていう、ずっとそこにハマってきちゃうんだね。そうでそれをまあ霊的な世界で言うと、霊の目が見える子が言うと、もうパソコンとかさ、この画面から、スマホの画面からさ、手が出てさ、頭ギュッと掴んでさ、でも掴まれてねじられて、ギュッて脳みそ食べられて、脳みそがスカスカになっちゃってっていう状態らしいんだよね。
当にそうなんでしょうねって思う、うん、だからそうなる前にどうにかしたいけど、でももうゲームにすごく時間を費やしてるなって思い始めて、それを制限かけるとやっぱりすごい怒ったりとか、まあうちの子は暴れるまではいかないけど、やっぱり暴れたり暴力したりとかする子もいるらしいです。もう取り上げられないとか。そうなの、うん、あとはもう親のクレジットカードで課金して20万とか請求がある日来たりとか、これは本当に実際にあった話みたいです。もう沖縄で。そうなの、うんうんうん、ゲーム依存症の子はもうそこまでやってて、でもね、恐るべしイエス・キリスト皆なんだけどね、イエス・キリストの名前のすごさなんだけどね、この前うちの子もゲームやってたわけよ。なんかご飯食べる、ご飯だよとか言ってもさ、ずっとやってたわけ。ちょっと待ってとかね、ご飯食べながらやっぱ見てるわけよ。で言うとやっぱりそれこそね、逆ギレしても嫌だから、私はもうなんか神様って言って、でイエスの皆によってゲームやめろとか言って、ゲームがつまらなくなるとか言って、うんうん、イエス様血を注ぐ血を注ぐ血を注ぐ、脳にイエス様の血を注ぐって分かるとか言って、うん、でゲームやめろってもう祈ってたわけよね。本人には聞こえないように背後のところから、ゲームの霊を縛る縛る縛る、ゲームさせたら悪霊を縛るって言って、打ち砕くって言って、でなんか聖なる火でホーリーファイアで焼く焼く焼くって言ってバーンって焼いてたわけ、うん、そしたらイメージでバーって焼き切れて、終わ祈り終わった瞬間パタンと携帯置いて、ご飯食べておいしいねとか言ってご飯食べて、そっから普通にもう会話が始まってね。だからやっぱりね、霊的なものだから祈ると神様が動く、祈らないと自分が言ったところで絶対それもうね、喧嘩になって終わりみたいな感じ、親子関係って難しいですよね。難しい難しい、すぐ肉の思いで言っちゃうから、うん、そうそう、だからもう言わずに背後で祈るっていうのが一番で、うん、さっき面白かったのがさ、もうこれ出かけに電話かかってきて、大阪の友達から、うん、で今もう忙しいで、もう行くとこなんだけどとか思ったんだけど、でもね、帰ってきて、ナスカさんお忙しいと本当すいませんが祈ってほしいんですよとか、祈り今とか言って、そうなんか男の子が小学校のみんなで大きいスパンのお風呂に行ったんだけど、行ってるんだけど、すごい6回ぐらいあって大きすぎて、で待ち合わせで小学校の男の子一人連れてったら、待ち合わせ場所に来なくって、1時間待っても来ないって、で館内放送呼び出しもしてもらったけど全く来ないって、絶対迷子になってるか、もうどっかで寝てるか、もうどうしましょうとか言うから、もう分かった、それ聞きながらイエスの皆によって、その子の名前をリオ君、リオ君戻ってこいとか言って、サタンよお前がね連れてってるね、リオ君今すぐね手放して返せって、神様とね返せって祈ってたらね、あ帰ってきましたとか言って、すごい早みたいな電話で祈って返せって言った瞬間、あ目の前に来ましたじゃあ切るねとか言ってさ、だからもうね、すごいよね、説明するよりも祈った方が早いみたいな、イエス様のお名前の権威はすごい、すごいよね、い本当にすごいと思うね、本当褒めたたえられるべき、ね、私たちの神様ね、はい、本当ですよ皆さん、イエスキリストを、ね、信じてればどんなことが起こってもね、絶対に守られてね、しかもこの本当に生きて働いてくださる神だから、ちゃんと答えがこう返ってくるっていうかね、はいはい、会話できるってところがすごいね、みやちゃんも。そう、会話できるのはすごいし、ね、もうアスカさんではないけど、でも、うん、それぞれにやっぱり与えられた賜物ってあって、うんうんうん、絶対にレスポンスが来るっていう、うん、どんな形であれ、うんうんうん、でもそれにやっぱり、神様をいつも探してないと気づけなかったりとかするんだけど、後から思って、うん、あの時そうか、神様こういう形で答えてくれてたんだとか、うん、時間が経ってから分かったりすることもあったりとか、そう教えてくれるよね、そうそう見てた夢とか、うん、その幻とかが、うん、その時は意味が分かんなくても、うん、何年か経って、うん、あそういうことだったのかとか、うんうんうん、本当にそういうのが日々積み重なっていくっていうか、ね、うんうんうん、おもろいね。この前さ、バイブルスタディみんなでしてる時にさ、友達が内地から来てて、うん、で何人かで6人5人ぐらいかな、うん、お家でね聖書を読んでたわけ、うん、そしたらね、私ベランダでね布団を干してたんだけど、うん、その布団がね、タオルケットがね、やや向こうにで止めてなかったわけよ、はいはい、で向こうにずれていってて、うんうん、やばいこのまま行くと風で落ちるなとか思って、でもこっちはもう聖書読んでる最中なわけよ、私の目はそこに来てどうしよう神様、あの布団が落っこちちゃうかもしれない、なんか止めてればよかったとか思って、立ち上がると止めに行きたいとか思ったんだけど、で主人も同じように見えてたらしいの、神様どうしようって言ったら、次全部聖書読んでて、で次見たら
ピヨンって戻ってるわけよ布団が、すごい。あれとか思って、こっち側になんならちょっと多くなってるわけ。 あれいつの間にどうしたいって聞いたの心の中で、そしたら見えたの、天使たちがね、ぴゃぱーっと飛んできて、ピピピピってこうやって、ね、布団をこっちにずらしてくれて、うわ天使がずらしてくれた、すごいとか思って、ほんで主人に、ねえねえ今さ神様にさ、あの布団が落っこちそうって言ったらさ、天使が来て、お布団をねこっちにやってくれたのとか言ったら、うん、自分も見てて向こうに落ちそうだったのに、なんか今こっちに戻ったからなんでだろうって思ってたんだよねって主人が言うわけ。だからお二人で同じこと見ててさ、そうなんかすごかった、ね、そういうことあるよね。美和ちゃんもたくさんなんかいろいろ経験あるね。ねその今日話したかったことは、神様にこの、飛鳥さんからこのお話をもらって、何を話す、初めほら、出たくないなって正直声が嫌いだから自分の、めっちゃいい声だけど、全然嫌だから、もう声が嫌なんですよねって神様に言ったら、飛鳥さんにあの LINE 送った、モーセが神様に、もう自分話したくないですって言って、その口を作ったのは誰ですかって言われてた聖書箇所がパッてきて、あれもすごいよね。あれすごかったですよね。もう会話じゃん会話。そうでも出たくないから、飛鳥さんにはほらあのお祈りしてから返事しますっていうので、あの時仕事中だったから、でも仕事中に言われたのは、あなたのその口を作ったのは誰ですかっていう聖書箇所で、でお家に帰ってある程度の数を終わらせて時間ができてからお祈りしたら、もう次々と、でも煮え切らない私にどんどん、神様がいろんな聖書箇所を送ってくれて、でもみたいな感じで、モーセのこと言われてるのにまだあの観念しずに、いろいろでもモーセみたいに、そうやっぱり嫌です、私はもう年寄りです、出ないといけないんだなって思って、でも最後の最後に、例えばじゃあもしかして神様が 出なさいって言ってるのは分かったけど、もしかして断ることもできるのならばみたいなことも、それもダメっていうのが分かって、私は素晴らしい神ってあの新明記 の子供たちにもちゃんと述べ伝えなさいっていうところが来て、で最後に分かりました、じゃあ出ます、じゃあでも出るから、じゃあ神様は何を祝福してくれますかっていうずうずしい言葉で聞いて、私みたいだそしたらもうあなた の、ちょっと今思い出せないんですけど、何でしたっけ、あなたの一番最後に来たのが、どんな祝福、どれほど祝福してくれますかって聞いたら、エレミア33章3節、おお、私の予言、あなたに答え、あなたのまだ知らない大いなる計画をあなたに告げよう、出たら分かるよってことよね。とりあえず従って出て、本当に出たらあなたに教えてあげるよ、それからだよ、まずは出なさいってことで、もう分かりましたって、もうこれで決心して、でも話すことが何も思いつかないけど、お祈りしてて、その時に示されたのは、あれですね、最近私がよく神様に言われるのは、私はこう私のことをまだ知らない人、福音が伝わってない人にも私をどんどん啓示していきたいんだよっていう、例えば私がよく思うのは、神様って、本当の神様がいるんだったら、世界中ってすごいたくさんの宗教があると思うんですけど、私はキリスト、イエス様を宗教とは思ってないけど、分かりやすく言うと、すごくたくさんの宗教が数えきれないぐらいあると思うんですけど、本当の神様だったら、例えばすごい僻地のなんか原住民が信じてるような、その30人ぐらいしか信じてない神様が本当の神様ではないと思うんですね。だったらもうね、死んだ時にそこに生まれた人しか伝わってないから、だからそれはもう諦めるしかないなと思って、でもじゃあ大体世界5大宗教ぐらいが本当の神様だとして考えた時に、もう消去法で絶対イエス様しか残らないんですね、私の中では。だってブッダはあの結局は神様に関しては何も述べていないし、モハメド・アリとかは人間じゃないですか、そもそも。そういうのを考えていくと、やっぱりこう正当な根拠があるんですよね、イエス様には。でそれをどんどん掲示していかない、神様って絶対自分のことを知らせたいと思うんですよ、人を救いたいために、でその掲示したいっていうことをたくさんの人に伝えなさいっていうのを最近繰り返し示されていて、で今日話したかったのは、私がまだ救われていない頃に、もうすごい結構暗い人生を歩んできてて、本当に自分の存在意義が全くわからないまま大人になって、大人になってからも何ならもう消えてなくなりたいなっていつも思っていて、でもそれが自殺しようとかそういう思いではないんですよ、もう消えてなくなりたい、ただそれだけ。
別にいてもいなくても変わらないし、うん、死んだらもしかしたら親とかが悲しむかもしれないけど、自殺しちゃったら、うんうん、消えてなくなってなかったことになればいいって。それは、ね、自分が好きじゃなかったってこと？自分が好きじゃないし、この世が好きじゃなかったってこと？それもあるし、そもそも幸せになれるのってすごく選ばれた一握りの人なんだろうなっていうのはずっと思っていて、うんうん、自分は幸せじゃないと思ってた、ね、幸せじゃないと思っていた。自分は幸せになれるはずがないって思ってました、ずっと、うん。それで、まあ、ちょっとちっちゃい頃からいろいろあったんですけど、うんうん、でも結局あの、まあ、子供が生まれて、うん、子供が生まれて子供がいることはすごく幸せなんだけど、うんうんうん、でもこの子たち、私がすごくこの子たちのこと大好きなんですけど、うん、この子たちがに私の愛が伝わるわけがないって普通に思ってたんですよ。多分自分と親との関係とかもあると思うんですけど、うんうんうん、その時にちょっと上の子がいろいろ環境に馴染みにくくって、うんうん、行ける保育園があまりなくて、うん、やっとで見つけた幼稚園がキリスト教保育のところ で、うんうん、でそこのお庭、お迎えの時にお庭歩いてる時に、うん、すごい気持ちのいい風に吹かれて、うん、その時にふって思いが来て、うん、私の目にあなたは高価で例え、私はあなたを愛してるって来たんですよ、うん、あその時に来たのは私の目にあなたは高価で例えだけだったんですけど、うん、後から救われてから、うん、私はあなたを愛してるっていう御言葉が続くっていうのは知ったんですけど、その御言葉知らない時にその言葉が突然来た、全然聖書も読んだことがないんだけど、うん、一応キリスト教保育の幼稚園だったから暗証聖句が配られてて、カードが、はいはいはい、で子供たちが覚えればいいなと思ってリビングのコルクボードに貼ってはいたんですよ。でもそれを私が一生懸命覚えるっていうのは全然してなくて、うんうんうん、ただふわってきて、うん、でもその月にそれが配られたっていう思いもなかったんですけど、うんうん、自分的にはその時全然救われてないし教会も行ってないし聖書すら開いたことがないから、うん、あなんとなく潜在意識の中で覚えてた言葉が風とともに来たのかなぐらいにしか思ってなくて、うんうん、でもその風が来た時に、うん、あそうかこの幼稚園にいたら、うん、先生がみんなクリスチャンだったから、うんうんうん、自分がすごく愛されるべき存在っていうのは、うん、体験として教えてもらえるってふって思ったんですね、うん、でそのすごくいい縁だったので、うんうん、本当にその縁に入れてよかったって思ってたし、うんうん、で本気でそう思ったんですね、あ、うん、この縁が私が教えられない愛をこの縁の人たちが教えてくれるんだって思って、うんうん、あよかったって思って、うんうん、でまた次の日お迎えの時にまたすごい昨日と同じ風が吹いてきて、うん、でまた私の目にあなたは高価で立っといてきたんですよ、うん、でその時に本当に神様は信じてなかったんですけど、うんうん、そうか神様は私にこれを伝えたいんだって、うん、素直に思って、そうか私も愛されるべき存在だったんだと思ってすごい泣けてきて、そう、それでよくたまにほら救われてからしか神様の愛って、うん、わからないって思ってる人がいるかもしれないんですけど、うんうんうん、絶対神様って私になさったように、うん、本当に多くの人にそうやって伝えたいって思っていて、うん、でどうしてそれが起こったのかなってなんとなく最近思ってたんですけど、うん、よく自分が絶対そうだろうって根拠がない確信ですけど、うん、その縁の園長先生をはじめたくさんの先生方が、うん、やっぱりこの児童たちのために、うん、と親子のために祈ってくれてたんだろうなと思って、でクリスチャンがそうやって祈ってくれるから、うん、取りなしの祈りをしてくれるから、うん、それが神様に届いて、うん、本当に救われたんだなって、うん、それ本当に沖縄でのこと、沖縄でのことです。そう、本当に今でもその縁の園長先生をはじめ、うん、先生方にはすごく感謝してるし、うん、本当にその縁のおかげで子どもたちがこう自尊心を保ってたし、うん、愛されるべき存在であるということを知ることができたし、うん、そこで私も変えられたし、うん、子どもたちへの関わり方も変わったし、うん、こうやっぱり世を見る目っていうか、うん、が全然変わってきたし、まあ、その縁を通してもちろん救われたの で、うん、で今に至るので、でもそこってやっぱり結局は上の子が環境に慣れにくい子じゃなかったらそこには行かなかったわけだし、やっぱり神様の計画があったんだろうなって、そこに行かせたかったんですけど、経済的なことと時間的なことで諦めてたんですよ初めから。だけど結局はそうなって、やっぱり神様の計画だったんだ、そして私がそこに行ったから祈ってくれる人ができたんだとか、だから私たちもまあ、飛鳥さんとかもみんなすごく祈ってるんですけど、私ももっともっとまだ見ぬ救われてない人のためにとか、周りにいる救われてない人のために本気でもっと祈っていって、そしてどんどん神様がその人たちに啓示を与えてくださって、でその人たちのやっぱり
ぱり霊に触れてくださって、うんうん、こうやって私みたいに救われる人がたくさん出てきたらいいなって、うんうん、いいなっていうかそうなるべきだなって思います。そうよ、だからこの鳥なしのまだ見ぬ人のために祈る祈りってどうやって祈っていいかわからないじゃん、うん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 、だけどこの聖霊を受けると新しい言葉を語りって聖書に書いてあるんだけど、うん、この聖霊を受けると異言っていう異なった舌、異なった言葉が勝手に出てきて、うん、自分でも知らない言葉を話すんじゃない、うん、その祈りがこれってクリスチャンのすごいところだと思うんだけど、うん、聖霊を受けると異言を受けるって書いてあって、うん、でその異言って祈るときに自分では何を祈ってるかわからないけど神様が祈らせたいことを私を口を通して祈るって書かれてるじゃんね、うん、でアメリカの祈りって入ったことある？入ったことない。今私たちのこの、 あの LINE でですね、 LINE をつないで大体330人、今333人ね、うん、いるんだけど、朝の6時から8時と夜の9時から11時と、うん、それ祈ってるんだけど、それ以外にお昼の1時から2時までと夜中の11時半から12時半まで、今度アメリカのための鳥なしの祈りの時間があるんですね皆さん。でそこで祈ってる時に、まあ、その異言っていう、自分の言葉ではない神様が与える言葉で、アルチェスクステンデカラバカシュラエスエラバカスタカラってこう他の国の言葉みたいな言葉で祈るんですけど、1時間集中して祈ってると神の御手が動いてるっていうのをやっぱり霊の目が見える人が何人かそのグループの祈りのグループの中にいて、で最後にこうずっと見せられてるんですよ、何が起こってるかっていうのを。それ全部メモってくれていて、で1時間祈ってる時に見えたものをシェアしますって言って最後にシェアしてくれるんだけど、それがねすごいリアルにね、なんか今日はフロリダって来ましたとかアリゾナって来てますとか言って、どこどこの州のことで、でこの前はマサチューセッツでなんか大きな遊園地があって、その遊園地の上に女の人が長い髪の毛して女の人がバーって降りてきて、でなんか細工してる、でジェットコースターかなんかに細工してて、でボルトを1個外したとかって、そしたらそのジェットコースターにが外れて大怪我をして、ひっくり返ってその乗ってる乗客がみんな落っこちるみたいな、なんかそれが想定されてたわけでやってたんだけど、抜いたのボルトで、それ見たのだけど、私たちがグーって祈ってる時にイエス様がそこに来て、その人をバサッてやってくれて、で元にシュシュってやって戻って、で事なきを得たんですとか。だから実際そういうことが、その女の人は普段はどっかの OL かなんかで普段こうやって働いてる人 で夜になると出かけて行って、そうすると幽体離脱みたいな感じで上に上がって、上からこの悪魔の声を聞いて悪いことをしてるみたいな、夜の街を徘徊してみたいな、である日はその遊園地に行ってボルトを外してたみたいな、そういうのが全部霊的に見えてる子だったのね。で私たちの祈りによってそれが遮断されましたとか、またどこどこの街で子どもたちが何人もこう誘拐され、虐待されるためにね誘拐されているんだけど、私たちが必死で祈ってる時にやっぱり使いが送られてきて、その子たちが解放されていたとか、そのサタンのあれが失敗に終わったっていうのを、だからやっぱ何祈ってるか分かんないけど、1時間真剣にこうやって祈ってる時に本当に神の御手が動いてて、世の中悪いことがこう行われているのを阻止しているんだっていうのを教えてくれるわけよ。ちょっと感動ですよこれ。すごいよね、すごいね。泉さんが書く、うんうんうん、4コマ漫画じゃないけど、うんうん、漫画がすごい分かりやすくて、分かりやすくってめっちゃ絵も上手じゃないですか、うんうんうん、そして読みやすいし文章も、うんうん、分かりやすいし、うんうん、ああいう賜物って素晴らしいなって、ね、すごいよね、アドレナクロムとか知ってる？アドレナクロムは最近なんか LINE で流れてたやつですか、うん、子供の、うん、恐怖の時の、そうそう、恐怖を与えると、うん、すごい恐怖を与えると、うん、なんか抽出できちゃう液体とか、うん、なんか血と一緒に抽出するのかな、うん、でそれをハリウッドスターとか、うん、人たちがこう注射すると、うん、1本10万とか日本でも25万で売られてるらしいんだけど、フィジフィルムから、でそれを注射するとこう若返るっていう、うん、ハルトスターとかがみんな若いんだけど、でもちょっとそれを打たなくなるとなんかゾンビ顔になっちゃうんだって、定期的に打たないといけない、だから一回やっちゃうともうずっと打ち続けなきゃいけない、それが1本10万にするらしいんだけど、それを抽出するのに
子供に虐待して子供をすごい恐怖に陥れて、そこだから目に針を刺して、で何にもなしで目に針をグッて刺してうわーってなってるとこ、ここから抜くんだって。怖いよね。でそれのために本当に行われてるのが本当に行われてるらしい。皆さん調べてみてください、アドレナクロム怖いですよ。子供がそういう目に遭ってるっていうのがもうね、ねえ、それも誘拐されるんだよ。だからあのロサンゼルスのディズニーランドが一番多い。そうなんだ。何人も誘拐されてるらしいです。恐ろしい。だ子供とかね、いうディズニーランドとか連れてけないとかね、うん、日本ならまだしも、日本でもね、あのちょいちょい行われてる。だから今私たちほら、あの陰で闇で行われていることを明るみに出してください。神様は全部のことを知ってらっしゃるから、闇で行われていることを明るみに出してくださいとかって祈ってるじゃない。そうすると本当になんかこう出てくるよね。そうですね、うん、PCR 検査も実はね、うん、最近多いですね多いよね、 YouTube とかね、 ね実はその辺の木から取って樹液でやっても陽性反応が出ますとか、インフルエンザでも風邪でもみんなコロナの陽性反応出ますとか、だから真実性がないんだよね、何でも出ちゃうっていう。だから受けない方がいいんですよ。あ、沖縄いっぱい受けてるからみんな陽性がいっぱい出ちゃってるだけで、分母の数が違うから。そうそうそう、でも実際陽性になったからって発症してるわけじゃないから、うん、そう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 、ね、うん、死亡者とかも全然いないじゃん、うん、東京とかも全然いなくって、うん、本当にみたいな、発症してないよ、うん、だからあれは本当に意味がないかなって思いますけど、ね、孤独死の方が年間の死者数多いだから多分みんな、うん、孤独死は自分はまさか孤独死するって思ってない人がほとんどだから、うんうん、孤独死するなんて思ってない人がほとんどだから、うんうん、そんな気にならないんだろうなってさ、うんうん、今朝それは示されたんですけど、うんうん、コロナって誰に感染するか分かんないから、うん、もしかしたら自分にも感染するかもしれないから、すごいみんなが過敏になって、うん、数って思って調べるけど、で、うん、対策しないとってなるけど、うんうん、いやそんなん孤独死しないように対策しようって誰もしてないでしょって、うん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 、それって結局は自分に関係ないから、自分に不利益がないからっていうところから来てるんじゃないかなって今朝でもそれを示されて、うん、でもそれって天国に行くのも一緒だなって思ったんですよね、うん、自分がまさか天国に行けないなんてみんな思ってないんじゃないかなと、うん、無神論者とかね、死んだら何もなくなるからっていう、そこにあんまり恐怖がないから、そうなんだよ、地獄があるとか思ってないよね。まさか自分が地獄に行くなんて誰も思ってないよね、うんうん、思ってないと思う。でそこを無神論者だからっていう理由で逃げてるんだろうなって思うんですよ。私のすごく大切なお友達にもすごく導きたいんですけど、なんか神様の深い話をしようとすると、私無神論者だからって言われちゃうんですね。でも私すごく大事な人だから絶対救われてほしいから祈ってはいるんですけど、でも結局無神論者って何も信じてないけど、何も信じてないっていうことを信じてるじゃないですか確かに何も信じてない人って結局いない。何もいないんだっていうことを信じ込むことによって恐怖から逃れようとしてるだけだろうなと思って、でも本当はそうじゃなくって、神様、本当に天国に行くにはイエス様を通らないといけないんだよっていう、私が道であり信じてあり命です、私を通してでなければ誰も天の父のところに来ることはできませんって、はっきり言ったのはイエス様だけじゃん。だから私もその五大宗教とかあったとして、いろんな神があったとしても、どの神も未だかつて私が道であり真理であり命ですって言った神はいないんだよ、うん、それこそマハメットだって言う対策だって日蓮だって誰もそんなこと言ってないよね、うんうん、イエス様だけがはっきり言ってさ、私が真理です、うん、私が真実、うん、私が道ですって、私が命です、うん、私があなたに命を与えるってはっきり言ってるわけじゃん、うんうん、こんなの言える人誰もいないじゃん、いない、じゃあなんでイエスキリストが私たちに命を与えることができるのか、うん、そこなんですよ、うん、私最近すれ違う人とかも仲良くなる人にみんなに、イエス様が十字架にかかられたのは知ってますかって聞くと、みんなそこまでは日本人誰でも知ってるわけ、あイエスキリスト十字架、うん分かるよって、なんでイエス様が十字架にかかったと思いますかって言うと、え何でだっけあれってみんなね、分かんないわけ、確かに知らないかもしれない。私もあの子供たちの幼稚園で教えられるまで、自分の罪のためって、私たちの罪のためって分からなかったし、しかもそれってやっぱりちゃんと教えられてないと、なんで私の罪が、私何もしてないけどってなりますよね、そうなんですよ、でだっていやイエス様はいい人だったと思う悪い人だったと思うって聞くと、
いや悪い人じゃなかったでしょってみんないい人だったと思うって言うんだけど、うんうん、じゃあなんでいい人が世界最大の極刑だよ十字架って一番苦しい刑だよ、うん、両手両足に釘を打たれてその前に39度の鞭を受けて、うん、6時間以上も苦しんで、うん、なんでそんな刑にいい人が会わないといけなかったのって聞くとみんな何も言えないわけよね、うん、でそうだけどそれは妬みとか立法学者当時の人たちの妬みによって殺されたっていう人もいるんだけど、うん、じゃあなぜかというと真理を行ってたから、ねうん、真理を行って病人を癒したり、はい、悪霊を追い出したり、うん、死んだ人を蘇らせたりこの地上に対して本当にこの地上に来たイエス様はたくさんのいいことをされてたんだけど、うん、それによって立法学者とかその時の宗教家たちがもう自分たちから離れてこっちに行ってしまうみたいな、うん、競争みたいになってしまってるから、うん、これは困ったってなって、うん殺してしまえってなったわけじゃない、でも聖書にははっきりとイエス様は自分から自ら命を捨てるためにこの地上に来られて、それは私たちがその罪を犯したっていう認識、日本語で言うとこの罪っていうと怖い意味がイメージがあるけど、その刑務所に入らないといけないような罪、私は何も犯してないわって思ってしまうけど、そうじゃなくて聖書の言う罪って的外れってことだよね。的から外れた生き方をしてる、別に神様が私たちを作った神様がいるのに、私を作ってくれた親がいるのに、その親に対して知らんって、私は無神論者、私の親はいないって言って生きてるようなものだし、それを認めてない、うん、神が私を作ったっていう、もしそれが事実だとしても、うん、それを認めてないっていうこと自体がもう、うん、反対方向に行ってるやん。 それをちゃんとした方向に戻しましょうっていうのが悔い改めであって、うん、なんか悪いことして責められてごめんなさいが悔い改めじゃなくてね、うん、反対方向に行ってるよって、ちょっと違った方向に的がずれてるよって、それを戻そう、うん、本来のゴールに戻そうっていうのが悔い改めじゃない、うんうん、から悔い改めた方がいいよって言われた時に、別にそれは謝った方がいいよって言われてるわけではないんだよね。そうだから、うん、神様のもとにゴールをちょっとアジャストした方がいいんじゃないっていう、そういうまた本当に作って導かれてる方がいるんだから、これはどうやったらできるかっていうと、神様ほんまにいるのって聞いてみたら、心からほんまにそれをこう信じて、神様いるんやったら私に現れてって神様に言ってみたら、それ神様それ待ってるんだよね、絶対現れてくれるよね、現れてくれる。一個話していいですか、うん、どうぞ。あと、うん、あの姉妹の証なんですけど、うん、私がもう救われる前ぐらいに出会った姉妹なんですけど、うんうん、多分彼女は北海道出身で今も沖縄にいないと思うんですけど、うん、すごいいじめられてて、小学校からずっといじめられて、中学校もずっといじめられて、本当に友達なんて呼べる人いなくて、本当にえげつないいじめだったらしいんですね。で高校に入って環境が変わるから人生が変わると思いきや、やっぱり状況は変わらなくて、でもそうですよね、ずっといじめられたから簡単に友達とかも作れないと思うし、いじめられこそしなかったけど友達がいない状態っていうか、全然やっぱり状況が変わらずに楽しくなくて、高校入っても何も変わらなくて全然友達もできないし、ある日もう死のうって思ったらしいんですよ。でその時に神様、私本当に神様がいるとしたら、彼女は救われてないし仏教徒のお家で生まれた人で、本当に神様がいるんだったら何とかしてください、本当に神様がいるんなら助けてください、でも助けてくれないなら私は明日死にますって強く覚悟して、で朝起きて、明日になって朝起きて学校に行って、そしたら突然予定されてなかった席替えが行われ、突然先生、他人が席替えするよって、で席替えして新しい席になった前の女の子と、そのもう一人前の女の子2人と、その日のうちにすごい仲良くなって人生が一変したらしいんですよ。で彼女はそれで、あ、漠然と神様がどういう存在か知らないけど、神様っていうのはいるんだっていうのが分かって、でその後、まあ、いろんな出会いがあって、結局キリストイエス様に導かれて、あの時助けてくれたのはイエス様だったんだ、そう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 、ね、それもだって助けてくれたのは神様っていう漠然とした存在だけど、イエス様っていうのは分からなくて、でもそこにちゃんと答えが来るっていう、彼女ってすごくあの知性的な人だったので、やっぱりいろんなことを、文献とかもいろんなお友達っていうか知り合う人とかともそういう話をして、やっぱりイエス様こそが本当の神様だっていうのに気づき、イエス様を受け入れたっていう、すごくないですかこの話、すごいすごい、本当に死ぬ気だったって言ってて、でもそうなるだろうなって思ったんですよ、
ずっといじめられてきて、ね、クラス替えしてもクラス替えしてもいじめられて、うんうん、で明日死にますって言ったら その日に席替えして、その日に友達が2人もできるってすごいわ。だから心を消して神様って、うん、あ、そうそう、これをね、そうですね、本当にいるんだったら私の涙とかしてくださいっていう、そうそうそう、この叫びだと思う。私の名を叫ぶ者は皆救われるっていう、そうそうそう、うん、悲痛な叫び、神様何とかしてください、うんうんうん、本当にいるんだったら私を助けてって、誰か死んじゃうよみたいなね、うん、そういう祈りって絶対聞かれるよ、聞かれる、本当に、いや本当にすごいなと思う、ね、どんなに話しても尽きないけど、すごいですよね神様って。すごい、すごい。私のなんか知り合いもあのウガンダで、うん、やっぱりもう苦しくて親に捨てられて、うん、で何度も自殺しようとして、うん、で上からロープをくくって、天井からロープくくって首にくくって、うん、で椅子をポロンってなった瞬間にあの扇風機回ってるじゃん、ライトの、はいはいはい、あの扇風機がパラーンって回って、うん、回ってもいなかった扇風機が勝手に回って、でロープがポサッと切れてでドスッと落ちちゃったりとか3回死のうとして死ななかったんだって、うん、で車に体当たり、もう普通に歩いてアフリカでね、うん、普通にもう車が来た時にバッて、ま、中に飛び込んだんだ、うん、だけど車がフィューンって避けてくれたりとか止まってくれちゃったりとか、絶対止まれないはずの車が突然飛び込んでんのに止まっちゃったとか、なんかそれで何回も死ぬ、3回死のうとしたのに3回とも全部死ねなかった、1回は薬を大量に飲んで、うんうんうん、友達は死んだんだって、仲間は、だけど自分だけ一緒に飲んでんのに、うんうん、これとこれを飲んだら絶対死ぬっていう薬を飲んでんのに、うん、全然なんか意識不明のまま気がついたら病院のベッドに目開けちゃって、なんで私は死ねないんだって神を恨んでたらしいんだけど、でも突然やっぱりある日気づくんだよね、本当に私は神によって生かされてたんだって、今はすごい宣教師になって何人もの子供たちを救いに導いてるアフリカで、そう。でもだからそういう経験がある人がそうやって用いられるって、だからその辛い経験も、うんうん、全て益としてくださる神様って全部神様の計画だったんだなって、ね、もう本当に素晴らしい、すごいよね。でそれが全部聖書にちゃんと書いてあるっていうのが、う、ね、証拠が、そう、だってもう何千年前にできたものなのに、ちゃんと証拠があって、そして今なお生きて働かれるイエス様がいらして、ちゃんとレスポンスもくれて祝福もくれて、すごくないですか。本当にすごい。信じないのが信じられない。確かに皆さんぜひぜひあの神様本当にいるんで、今この世の中、今もうなんか世の終わりが近づいてるって、ね、うん、普通の人でも分かるよね、うん、分かる。だっておかしいですよね、どう考えても、うん、1年前にこうなるって誰が想像できましたっていうね、うん、しかも今なんか地震とかもすごい、うん、そう起こってる、ね、うん、本当にこのままさ良くなることはないみたいなところにもいるじゃん、うんうんうん、そう、世の終わりはそうなりますって聖書にはっきり書いてあるから、地震も増えるし食糧難も起こるし疫病もね、疫病も蔓延するって、うんうん、っていうか今食糧難にもなってると思うの、うんうん、スーパーで野菜高い、ね、ないよ、何にも高いよね、高い、白菜さ8分の1でさ、うん、300円だったよこの前、もうありえないねえ、うん、なんならお肉の方が安いんじゃないかっていうぐらい、そう野菜ないから、うん、今、うん、ないよね、うん、普通に買える野菜がないですよね、ないよね、ない。ほんでさ昨日までさ内地から今日帰ったんだけど、うん、お友達が来てたわけよ、うん、でその子、私が前ゴーヤの天ぷらを作ってくれたのがもう大好きで、あつこさんのゴーヤの天ぷら食べたいって言ったからもう作ってあげようと思って、うんうん、農協だったらあるかなと思って、うん、野菜もうビッグとか行ってもないわけよ、ゴーヤ売ってないわけ、で農協行ったらあるかなと思って、うん、JA まで行ってみたら、うん、1本ね260円でした、1本260円、しかもこんなちっちゃいの、嘘でしょ、これはちょっと高くて買えない、ごめんっつって、でその時はね買わなかったので、帰りに3円に寄ったから、3円の方が高いの分かってるんだけど、うんうん、でもさすがに250円よりは3円の方が安いかもと思って、うんうん、で3円に行く途中で、うん、車の中でその子と一緒に、うん、神様小杖ちゃんにねが餃子、あのゴーヤの天ぷら食べたいって言ってるんだけど、あなたの愛する娘も食べたいって言ってる、私も作ってあげたいんだけど、260円のねあれは買えないっつって、どうか3円でね超安くしといてくださいって、ゴーヤをセールにしといてくださいって2人祈ったわけよ、うん、ほんでハンビーの3円に行ったらさ、うん、87円だった、すごいすごくない、1個87円だったの、もう神様、他のものは全部高いんだよ、ゴーヤだけ安い、素晴らしい、神様すごくないから、なんか
50円オフとかさ、しかも50円オフとかさ、やばーみたいな、本当に神様やさんと愛されてるなーって、うん、そう素晴らしい、すごいよね、うん、本当にそう、そういうそういうなんか多分イエス様を知らない人って分かんないと思うんですけど、うん、そういう日常の些細なことまで、そうそうそう、些細なことよ、そうそうそう、今日も朝空港に送っていくのに時間がなくって、三重でねお土産を買いたい、空港で買ったら高いからさ、うんうんうん、三重で買いたいんだけど、うん、神様時間がないって言ったら一番近くの駐車場をポンと開けてくれてさ、うんうんうん、そこに止めたからシュッて行けてさ、うん、すごいよね、いこのナイスなタイミングでね、本当に駐車場一台分お願いします、一台分のお願い、あのお祈りすると娘にいつもひどいって言われるんです、ね、自分だけあれば良ければそれでいいのって言われるんだけど、でもとりあえず今日は一台が開くよね、そうそうそう、とりあえずね、しかも入り口に一番近いところ、そう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 、あれすごいよね、神様ね、そうそうそう、本当にすごい。でも駐車場入る前から私がいつも祈るから、子供たちが出た駐車場の祈りってでもそれがちゃんとあの、うん、証になるから子供たちに対しても、なんかもう神様がいるっていうのは、うん、いや時々はやっぱりね教会に行かなくなる時期もありますけど、うん、神様がいるっていうのは確固たる真実として彼らの中にはもう埋め込まれてるので、うん、そうなのよ、うん、で私の祈りが聞かれるっていうのもね息子たちはよく分かっててね、うん、なんか必然の時には必ず私にね連絡をしてくるの、うん、いつもなんかママの信仰おかしいとかぶっ飛んでるとか、うん、なんかカルトだとか言って冗談でだけど、うん、言ってるくせに、うん、ママ俺の友達が超なんかお腹が痛くて今苦しんでて、うん、祈ってあげてほしいとか言って名前は何々とか言って分かったよとか言ってイエスの何よって癒されよとかって祈って、うん、祈ったよとか言ったらあなんか言うといたらしいみたいなさ、すごいすごいんだよ、だからそういうのは体験してるし、うん、目の前で見てるから子供たちも、うん、やっぱママの祈り聞かれるんだみたいなね、そうそうそう、自分はそのように賛美したりできないけど、うん、でも教会に行くとみんながすごく賛美して、うん、礼拝して祈って、うん、癒しの祈りもしてって、うん、で宣言してっていうのを見てるから、うんうん、やっぱりそれってちっちゃくちっちゃく塵も積もればで、うん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 、彼らの中に貯金として蓄えられて、うん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 、いつか神様の時が来たら、うん、ちゃんと働き人として用いられるだろうと信じて、それが観覧時代になってからじゃないことをね、本当ですね、本当に願うけどね、皆さん観覧時代にもうじき世の中は差し掛かろうとしているんで、最後の7年間に聖書ははっきり裁きがあるって書かれてるんですけど、その前にイエス様を本当に神様と信じている人にイエス様が迎えに来るって書かれてるんだよね、私たちはそれを楽しみに待っている、楽しみに待っているもう来るだろうみたいな、もう世の中こんな悪くなってんだから、でもねみんなのことをね本当に一人でも多くの人を神様ね連れていきたいと思ってるから、うんうんうん、早くみんな救われてほしいんですよ、だから私たちこのラジオ番組やってるんですよ、皆さん頼みますよ、本当に本当に、でもなんか世の中の状況が悪くなって、うん、まあ早く救われないと、あ早くたくさんの人が救われないとって思う反面、うんうんうん、ちょっと楽しみになりますよね、そうそうかないや皆さん本当に救われてください、本当に、でもねリバイバル起こるよ、私たちそのために毎朝前より祈ってるわけだし、うんうんうん、1日6時間祈ってるんだよ、大丈夫これ、うん6時間祈ってるんだからさ、はい、で神様、今回私も小浜島に行ってきたわけ、はいはいはい、で新しく教会が立ち上がるっていうのでね、うんうんうん、小浜島に教会がないって、うん、あの私たちの仲間が行ったじゃない、うんうん、んでどこに行きますか神様、まず島の勝ち取りをしないといけないっていうので、うん、どこに行きますかねって聞いたら、なんか宇布岳っていうやっぱり大きなあの山が真ん中にあって、うん、そこの山の上でいろいろなんか悪いものたちもさ、ユタとかのとかそういった土着の神とかもさ、やっぱ山の上を接してくるんだよね、でそこで犠牲が払われてたなんか捧げられたりとかしてるから、うん、そこに行きなさいみたいなのが来て、うん、みんな全員一致 でそこに山登っていったわけよ、うん、ですんごい綺麗な、うん、もう辺り一望360度綺麗な海、もう見渡せるだけの綺麗な海でね、うん、めっちゃ綺麗だったんだけど、そこでなんか2人の人がね幻を見たの、うん、それが骨がねなんか乾いた骨がいっぱいブワーって埋まってる、海とかにいっぱい骨が埋まってるっていう幻が見えてたのね、うん、で私はね不思議なんだけど、それを聞く前にねエリアの日って歌してる、今はエリアの日っていう歌があるじゃん、あれの2番目がね、うん、今はエゼキエルの日、乾いた骨が生きっていうサビ、そこが来たわけ、うん、でエゼキエルの日
ル37章を朗読するように今導かれてますとか言われて、すごい、エゼキエル37章を開けるとさ、うん、乾いた骨に向かって予言せよっていうのが、はいはい、だからみんなが一致してね、同じもの、わかる、そうそう、すごいよね、すごい、一人がビジョンって見てて、一人は御言葉が来て、私は歌が来てたみたいな、うん、そうそうよね、みんなが示されるのは違うけど、うん、ちゃんと一致してるっていうところがすごい、そうそうそう、神様って本当にすごいですよね、すごいよね。ほんで東京でそれを取りなして祈っててくれた子が東京と、うんうん、どっか千葉だったかな、うん、にいて、でその一人はピアニストで、うん、聖霊様によってピアノを弾く子なんだけど、はい、指が勝手に動くわけよ、聖霊様が動かすからね、ただ音色でね、最初すごい悲しいね、マイナー調の、ね、ところを弾いてるんだって、自分の意思じゃないよ、で音色がすごい悲しい、でも途中でなんかアップテンポになっていってすごいこう蘇っていく、でなんかまた悲しいことが起こるんだけど、最後はすごい喜びに満ち溢れてた音で終わって、音色で分かるんだって何が起こったか、でその子も弾きながらビジョンが見せられてて、すごい、そうそうそう、なんか普通の村人がなんかこうどんどん殺されていく痛い目に遭うんだけど、でも途中でなんか出会って神ある真実を知って、でこう蘇っていくみたいな、そういうビジョン、でそれと同じことがね、で取りなして祈ってたわけよ、そしたら私もビジョンで見えたのが、そのエゼキエルの37章に書いてある骨に向かって予言せよ、息を四方から吹いてこい、そしたら骨が皮がついて肉がついて生き返って、イスラエルが蘇るみたいなところがある、エゼキエルの37章です、皆さん読んでみてください。それがねビジョンで見えたわけだから、この小浜島で今まで一度もイエス・キリストが本当の神だっていう福音を聞いたことがなくって、死んだ人たちの霊がさまよってて骨がいっぱいあったわけ、でもその人たちにイエス・キリストが本当の神だよっていう賛美をし、御言葉の宣言をし、福音を山の上から語ったわけよ、360度、で小浜島の人たちみんな救われてって言って福音をもう山から語りまくったら、もう骨が生き返って、こう肉がついて人になって喜んで手に上がっていったみたいな、すごい、見ちゃったんだピアノも同じことを、ね、弾いてた人がそれをね、そういうのを感じ取ったって、すごいことが、すごい、祈りってすごいですよね、祈りってすごい、祈りってすごいその権威が与えられてるのがすごいねえ、本当にすごいですね、本当にすごい、なんかほら出身が岐阜じゃなかった、はいはい、岐阜です、この前、名古屋から岐阜、なんか、東京から、違う滋賀県から名古屋に向かってる高速道路で、隣で運転手が運転してて、私がどうして もう一瞬間カーッと寝落ちしちゃって、寝てたら夢見て、なんか白い馬に乗って、大きな剣を持ってカーッと戦ってるわけ、すごい戦ってて夢の中で、でやばい、パッて目覚めたら目の前の標識が関ヶ原って書いてあったんだけど、とか思ってもう瞬間分かったわけ、今度はここに行って、なるほど、取り出して悪霊と戦うんだよって、ここにいっぱい死者の霊がいるから、日本一番傷んだとこでしょ、戦争で人がいっぱい殺されて、そうです、そうです、あれによってさ、多分名古屋と岐阜の岐阜がさ、すごい重たい雰囲気が、岐阜って暗いですよね、暗いよ、暗い、何あれ、重いよね、あのその関ヶ原の戦いもだけど、岐阜に、前もお話しませんでした、新興宗教真光の総本山があるんですよ、真光って岐阜なんだ、総本山が飛騨高山にあって、ゴールドの屋根の上に桃が乗っかってる不思議な建物、あれがあって、世界中から信者さんが、そのなんか祭典か何かがあるのか分かんないんですけど、みんな同じ、上が緑のジャケットで下が白いズボンかスカートで、世界中からその洋服着て集まって、大人も子供もなんか練り歩くみたいによく分かんないんですけど、そうそう、そういうのがあって、ああいうのも関係してると思う。あとはその信仰宗教を信じてるのは地元の人はあまりいないんですけども、地元の人は本当にあの新しい人たちを嫌って、すごい保守的だから、ですごく山あいの土地なので、飛騨高山ってすごい閉ざされたところなので、もう仏教こそみたいな、仏様とあの仏壇さえ祈っておけばそれでいいみたいな、他のものは絶対ダメっていう教えで、教えっていうか、そういう人たちがすごく多くって、お墓が何より大事、仏壇が大事、神棚が大事っていう感じ、だか
すごい重い感じがするんだと思う。そうなんだ、うん、そこに取りなしに行きなさいって言われちゃったからさ、うん、行かない。18日かなんかに行く予定なんだけど。そうなんですか、はい、今月の。そう、みよちゃんもよかったら、休み休みじゃない、はい、そうですよ、お祈りしておきます。じゃあちょっと飛騨高山まで足を伸ばしてくださいとか言って、うん、関ヶ原からどのくらい関ヶ原か、でも車で、うん、関ヶ原からだったら、うん、今高速とかもあるから 2,3 時間では行けると思います。 2,3 時間もかかるのすごい山の中だから、うん、結構時間かかります。そうなんだ、うんうんうん、そこはそこでベッド。なんか今聞きたくないことを聞いちゃった気がするけど苦しんでる人がたくさんいます、あそこら辺。そうなんだ、うん、そうです、うん、この前もなんか天理教のところに、うん、何人かのチームが行ったら、うん、天理教の人たちと話す機会があって、うん、自分たちがやっぱり何を信じてるか本当は分かってなくって、福音を伝えたらなんかイエス様が本当の神様なんだ、パッと目が開かれて、うん、でそっちをやめて教会に来ますって、イエス様が本当の神様なんだってのが分かった、祈ってたらね、そう、背後でみんな祈りがあったんだけど、だからちゃんと真実を話せば、うんうん、みんな分かると思うんだよね。私の知り合いにも、うん、何でしたっけ、あの、池田なんとかっていう人がやってる宗教で、創価学会、うん、あ、そうそう、創価学会だったけど、うん、すごいもう、うん、なんていうんですか、染まってる創価学会だったけど、ご、うん、夫婦で、うん、でもやっぱり霊の目が開かれて、うん、あのもう そのせいで家族とかもバラバラになっちゃったんだけど、ね、うん、霊の目が開かれて、うん、イエス様を受け入れて救われて、うん、家族もつながったっていう人がいます、うん、ね、だから真理ですよね、真理、飛鳥さんも言われたように本当に真理を追求してる人は絶対出会える。だから真理を追求することからまず始めてほしいよね。そうだと思う、うん、そう、それこそ ね、真論者ですって背を向けてしまうのではなくて、そうそうそう、だって私が真理ですって言ってる方なんだから、真理とは何ですか、神様本当に真理があるなら教えてくださいって 言えばいいんだよね、うん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 、そしたら真理のある方が絶対教えてくれるよね、うん、教えてくれます。だって神様は自分を示したいって思ってるもん。そうだから示してって言ったら示してくれるんだよね、うんうん、本当に騙されたと思ってやってほしいですよね。本当にこれ押しとかないとやばいことになるから、このから先ね、本当にワクチンが強要されたりとかね、うん、なんかもう地震も起こるとかね、うん、もう何が起こるか分かんない世の中ですよ今、うん、だから本当の神を知っておくってことがすごい大事なことなんです、皆さん。もうタイムリミットですよ、本当に時間がもうないですよ、はい、ないです、ね、うん、世界統一宗教に、これから世界統一政府、うん、世界統一宗教、うん、もう宗教みんな一つだ、どっから山登っても山は一つで、どっから登っても一緒でしょ、頂点は一個だよみたいな、これがエキュメニカル運動って言うんだけど、もうカトリックがね、うん、みんなもうイスラムもコーランも OK、 みんな OK、 みんな何でもかんでもみんな一緒の神なんだから信じようみたいに言ってるわけですよ、ローマ法王とかね。そうだけど違うから、唯一の神はイエス・キリストだけであって、うん、だからね、でしかもあの政府を一つにしていこうみたいな、だって世界中がさ同じパンデミックになってるっていう、同じことをでさ恐れさせてさ、世界中に同じワクチンを打たせていくって、もうこの動きがさ世界統一政府を作ろうとしてるわけでしょ、にもう各国の経済を崩壊させてさ、なんかこれが聖書に全部書かれてるわけですよ、書かれてる、ね、で右手のところか額に竜の刻印が入れられるけど、それ入れちゃダメだよってはっきり牧師録の12章とかに書かれていて、でもそれがもうマイクロチップとしてもうできてる、実際埋め込んでる人もいるし埋め込まれようとしてる、でもこれは本当にね聖書に警告されてることなんで、皆さんぜひねヨハネの黙示録を読んでみてください、聖書を読んでみてください、そして真理を追求してみてください。本当の神が言うなら私にも現れてって今日言ったもん勝ちです。本当に前回ここでね睡眠障害ね言ったっけ、睡眠障害ある人ね、あの癒されますからって祈りをしたわけよ、そしたらこの前行った礼拝の時に飛鳥さんの友人同居トークを聞いてたら、私3日ぐらい寝れてなくってずっと睡眠障害だったんだけど、なんか突然睡眠障害ある人って祈り始めて、それ聞いてる間にもう寝ちゃったんですよ、すごい、寝てなかったのに炎上トーク聞いてる間に寝ちゃっ て私癒されたんですとか、それから毎日寝れてますとか言って、素晴らしい、そうだから皆さん癒されます、本当に癒されます、だからイエス様を呼び求めて、明日はね日曜日です、皆さん教会